はい、こんにちは。今回はですね、現在ですね、ロシア軍が、使って、ロシア陸軍の、これですね。これ皆さん何がわかりますか？これですね、レーション、ロシア軍の、1日の、ミリ飯ですね、ミリ飯。まあ、ロシア軍の、まあ、歩兵がですね、まあ、背中の背後に背負ってる中に、このですね、一日分のレーションが、まあ、ミリ飯がですね、入ってるんですよ、これ。で、ちょっとこれ開けてみますね。はい。はい。まあ、これ一応、燃料ですね。要するにこれで、まあ、これ三つあるんで、これ三つ燃料があるんで、まあ、朝は、これ。を、これでこう、温めて。で、昼は、これを、また温めて。で、まあ、夜は、これをまた温めて食べるんでしょうね。はい。で、まあ、基本的には、まあ、ビスケットが、主食ですね。これ食べながら。で、まあ、こういう、ペーストをつけながら、こう、ビスケットで、ペーストをこう、つけながら、こう、食べて、で、これを、こう、おしゃじで食べながら、ほにゃほにゃ食べながら、やると。はい。ちょっとじゃあ具体的に開けてってみますね。まずこれ。これメインディッシュですね、メインディッシュ。朝のメインディッシュ。これちょっと開けてみますね。ああ、これ、肉だ。これ温めるんだな。これ肉ですね。わかります？これ。これ肉。お肉。これを温めて。で、このビスケット。ビスケット。まあ、この肉乗せてもいいし。で、このペースト。うわ、ちょっと、リンゴペースト。まあ、これリンゴペーストで、まあ、リンゴのなんか吸ったような、こぼれちゃった。まあ、これつけながら、まあ、これにこれをこうつけながら、この肉をこう食べるっていう。これ肉ですね。で、これリンゴペーストつけながら、こう食べて、こうやって食べるっていう。ちょっと、大丈夫かな？やっぱやめとこう で、これですね。なんだろう、これ。ああ、これ、こういうお菓子だ。これ、お菓子ですね。お菓子。わかるかな？真っ白お菓子。これちょっと食べてみようかな。こういうお菓子ですね。お菓子。なんかチーズケーキみたいな。あんまり甘みがないけど。あ、チーズケーキかな。で、これと、お肉で。あ、これでも結構美味しいかな。甘みのないチーズケーキかな。で、あと、この、紅茶。紅茶。それで、まあ、砂糖を入れて、この紅茶に砂糖を入れて飲むと。こういうことですね。ですから、肉がメインディッシュで、あと、リンゴのペースト。で、まあ、クラッカー。で、デザートが、チーズケーキですね。これ、チーズケーキ結構あれかな、甘くなくて美味しいかな。で、これなんだろう、これ。これなんでしょうね、これね。これ。これなんだろう。まあ、漏れてる。あれがくっついてるんで。あ、これ。おしぼりだ、おしぼり。これおしぼりでしたね、おしぼり。これでまず手を
これがロシアの陸軍の兵隊さんが食べてるミリ飯ですね。で、3食。今ので3食。これは何だろう。これは何でしょうね。これ。あ、なんか。お菓子みたいな。こういうのがロシアにお菓子があるのかな。砂糖みたいな、お菓子みたいな。あ、お菓子かな。甘いなんか、砂糖系のお菓子みたいな。これなんかビタミン剤ですかね？ビタミン剤。ビタミン剤。なんか飲むの怖いかな？ねえ。これがだいたい一食ですね。で、お茶飲んでっていう。これは何だろう？これ。これ何でしょうね。ちょっと開けてみますね。砂糖みたいな。あ、ミルクか。コーヒーのミルクですね、これ。コーヒーのミルク。コーヒーのミルクですね、これね。まあ、大体これが一応朝ごはんとして、今。鶏肉が、同じやつかな、これ。二つぐらいのかな。一食一食違うのかな。今まで大体朝ごはんですね。まあ、ちょっとまとめてみると、まあ、これで、鶏肉。で、これを食べながら、クラッカーを、このリンゴペーストをつけながら、このリンゴペーストをつけながらクラッカーを食べると。クラッカーですね。だいたい、4枚、4枚、8枚ありますね。で、まあ、紅茶を飲むと。紅茶を飲んで、で、コーヒーだけが1回ありますね。コーヒーが1日分、1日1杯と、紅茶が2杯と。で、これがなんか、甘い。甘いなんかこう、こういうお菓子があるんですかね。お菓子みたいなんですね。ロシアのお菓子かな、これ。ブルーベリーお菓子。これが大体ロシア人の、これなんだろう。これしけ止めかな？ 3 つ入ってるんで。しけ止めみたいに日本人だと見るけど、3つ入ってちょっと開けてみますね。なんだろう、これ。砂糖。あ、砂糖だな、これ。なんだろう、これ。砂糖っぽい、甘くないかな。ちょっとあんまり飲まない方がいいかな。これ3つ入ってるんで、まあ1日1個ずつですね。まあメインディッシュのチキンと、あとクラッカーとリンゴペースト、あとデザートの、まあ、チーズケーキですね。これメインで、あと紅茶が2回分、あとお菓子、ちょっとしたお菓子がありましたと。で、まあじゃあ昼間、今ので朝ごはんなんで、次昼間。昼ごはんのメインディッシュをちょっと見てみますね。まあ昼間も大体同じなんで、メインディッシュだけちょっと見てみますね。なんか特化群みたいな。よいしょ。まあこういうのを火でちょっと炊いて、温めて食べて、かな。ああ、パッタ。昼間は、豆ですね。豆料理。豆。わかります？これ。豆ですね。これを要するに固形燃料で、固形燃料で温めて、で、食べると。で、またプラス、クラッカー。で、今度は、
ペーストが、この違うペーストですね。これなんか一個錠剤が入ってるけど、錠剤が。何の錠剤だろう？これちょっと怖いから 飲めないかな。これペースト。またクラッカーにつける。ペーストかな。ああ、これ肉だわ。これ肉ですね。もう脂身。ああ、脂身はすごいわ。脂身。こんなの食べられないかな。で、もう一個。これをちょっと開けてみますね。基本的にやっぱり油っぽいかな、みんな。よいしょ。今、昼ご飯ですね。あ、これもソーセージかな。ソーセージみたいな。わかります？これ。あんまり油っぽくて食べたくないかな。で、また、紅茶に、砂糖を入れて飲むと。で、ビスケットをペーストで食べると。で、夜ですね。夜がまた、このメインディッシュを、夜のメインディッシュを開けていますね。まあ、朝が鶏肉、昼が豆、で、まあ、夜と。ああ、すごいな、これ。ああ、肉だわ、これ。なんだろう、これ。こういう、わかります？これ。まあ、油っぽいな。ああ、これ、ライスだ。ライスと肉がなんかこう、あえてあるような、これ温めて食べるんだな。ちょっと食べられないかな、自分じゃ。で、夜だけは、コーヒー。コーヒーで、砂糖と。あとこれ、リンゴジャム。これが漏れてましたね、リンゴジャム。これがこう漏れてたんで、ここから漏れてますね。ね。これが漏れるっていうことは相当圧力がかかるのかな。で、あと、これなんですかね。あ、これおしぼりだ。これおしぼりですね、おしぼり。ご飯食べる前に ちゃんと手洗うっていう。あと、これか。これがまたやっぱりフルーツのペーストですね。クラッカーつけて食べるフルーツのペースト。あ、ちょっと開かないかな。で、また、これですね。あ、これがまた肉みたいなソーセージですね。多分これ8000カロリーぐらいあるんじゃないかな、3食で。8000カロリーぐらいは。肉、豆、あと、肉のライス和え、かな。で、あと、まあ、また言いますけど、マッチ。マッチ。日本じゃもうこういうマッチね、するマッチはないんで、マッチ。ちょっとこれだけ、あと開けてないんで、これなんでしょうね。うん。あ、これ、チョコレートだ。これ、チョコレートですね。チョコレート思いっきり。チョコちょっと食べてみようかな。あんまり甘くないとこかな。基本的にあんまり甘くないですね。チョコも。はい。だいたいこれが3食ですね。ロシア陸軍の人の。まあ、これが終わるとまた、まあこれアメリカの陸軍の格好なんですよ。
それが終わるとまた、これで、行かなくちゃいけないと。じゃあどうも。よいしょ。